岸田総理、ロスジェネ世代代表の久保です。今では隠居しております。岸田総理、ロスジェネって言葉一言も言わなくなりましたね。そして拉致被害者救済のことも全く出てこなくなりましたね。いや、胸のブルーリボンはお遊びなんでしょうか、スタイルなんでしょうか、もうどうでもいいというか、拉致被害者の方も、そして我々独身世代、ロスジェネ世代もそのまま忘れてくれればいいと思ってませんか。いや、本当に忘れませんけども、忘れられそうですよ。すでに岸田総理は忘れてるでしょ。ロスジェネ世代といえばご自身の息子さんのことしかもう目に入ってないかもしれませんね。努力次第でどうにでもなると、適材適所だ、つまりロスジェネ世代はそれが適材だと言わんばかり、私たちのいるところはここにしかないんでしょうか。まさに人生再設計第一世代なんて大々的に名乗ったことはありましたけども、この人生再設計第一世代っていうね、非常に屈辱的で恥ずかしい名前、再設計ってどういうことだよと、もうお前ら失敗してんじゃねえかよみたいなことね、言われてるようなもんですよ。失敗って私たちのせいですかね。コツコツと勉強して進学して就職しようとしただけですよ。就職氷河期世代を言い換えた言葉としてはまあわからないでもないですけども、集中的に支援していくべきとされる世代のことでしょ。就職氷河期世代とは1990年代半ばから2000年代このあたりにかけて社会に出た私たち約1700万人のことですよ。でもこの1700万人バタバタと倒れていって、今はもうね1300万人とも400万人とも言われるぐらい減ってるんですよ。まあ、つまり夢半ばにして去っていった仲間がいかに多いことか。まあ総理の息子さんはいいですね。大した仕事を与えられて、もう出世街道じゃないですか。万歳ですね。多くの方が総理の息子ということで貸し付くんでしょうね。俺の前に出てこいってんだもん。逆恨みしてやっからな。みたいなことを考える人もいるかもしれません。怖いですね。まあ高等教育機関の卒業時期にちょうどバブル崩壊が起きて本当についてなかったと。バブルってのは結局未来にツケを残した、そのツケがバブルの崩壊になって、そのバブル崩壊の煽りを受けたのがまさに私たちの世代だったわけですよ。要するに前の世代の尻拭いを未だにさせられている状態です。まあ当時はね、景況感の影響で就職が難しかった。現在でも無職や非正規が多いんですよ。そうなんですよ、未だに非正規ですよ。おかげさんで採用してる会社がないんでね、私なんて自分で作った会社に自分で入社して自称正社員ですよ。何なんですかこれは。ね。まあその他、派遣会社の採用面接、30代で一社も通りませんでした。いや本当にね、人格を否定されたような、そんな気さえするような10年間だったですね。岸田総理、世界は歴史的分岐点にあると言いますけども、我が国も分岐されちゃって完全に切り離されちゃいましたよ。ね。国家安全保障戦略っていうのはいいですけども、まあ外交もねいいんですけども、ぜひね足元をちょっと見てください。国はスカスカですよ。どうなってるんですか。岸田総理から見える景色はそりゃ見応えのあるもんでしょうね。私たちとは全く違う。さよなら。山本太郎君、言いたいことは何かというと、ご自身の娘息子のようにこの国に生きる人たちをおもんばかっていただきたい、そう考えていただきたいんですね。今みんなむちゃくちゃ困ってます。どうか一律の10万円給付、これご検討いただけないですか。いかがですか。岸田内閣総理大臣。はい、今本当に厳しい、経済状況等の中で、多くの国民の皆さんが苦しんでいる、悩んでいる、そして、大変な努力を続けておられるということ、こうしたことに対して、まあ、政治の立場から、思いを巡らし、そして、寄り添うということが大事だと思います。そのために政治として何をしなければならないのか、やはり具体的に結果を出さなければなりません。そして多くの国民の皆さん、全体の皆さんの幸せをできるだけ多くするために、どういった政策を用意しなければいけないのか、我々はそれを考えなければなりません。委員ご指摘のように、この現金給付、これも大切な政策だと思います。だからこそ、政府においても、今年に入ってから、この累次にわたって経済対策を行う中で、特に困っておられる方々に対して5万円の給付、こうした給付、現金給付、何度か用意をした、こうしたことであります。こうした現金給付についても、政府として必要なものを用意しなければならないと思いますが、合わせて全体の皆さんのこの幸せを考えた場合に、さまざまな皆さんが非益できるようなさまざまな政策を重層的に用意をして、より多くの方々にこうした厳しい時代を乗り越えていただける、この支えになるような政策を、この総合経済対策として全体としてしっかりまとめてこれを実行していくことが重要であると考えます。
山本太郎君、時間参ります、はい。最後に、一律10万円給付も検討の中に入れてくださいませんか。検討です。時間が待っておりますので、簡潔にお願いします。総理大臣、岸田文雄君。決して未来永劫を否定しているものではありません。その状況に的確に対応するために、どんな政策のメニューが必要なのか、これを絶えず考えていきたいと存じます。その中で現金給付というメニューも状況に応じて考えていく、まあ、こうしたことはあり得ると思っています。山本太郎君。検討するのはただです。ぜひ一律の10万円給付、よろしくお願いいたします。検討してください。ありがとうございました。山本太郎君。令和新選組代表山本太郎です。会派を代表し、本法案に対して反対の立場から討論します。25年続く不況、コロナ災害、物価高騰の30区、国民生活、事業継続は瀕死の危機です。特に金融となった経費が補正予算のはずが、本案は人々を救う、すぐにでも必要な予算は非常に薄い、または入っていない、おかしな話です。今緊急に必要な予算とは消費税廃止、一律給付金、社会保険料、水道光熱費の減免などであり、日本経済再生のためには徹底した需要の喚起と供給の増強を図る必要があり、それを失われた30年を取り戻すための投資でもあります。このような組会動議を衆院で出しましたが、否決、残念でなりません。この非常時に財政再建が必要、プライマリーバランス黒字化と寝言を言う政治家こそ非常識極まりない。たとえこの先岸田総理が辞任となっても、次の総理も財務省経団連の言いなりでしょう。さらに状況が悪くなるだけ。だったら岸田さん、あなたがやってください。覚悟を決めて人々をこの国を救ってほしい。徹底的な財政出動で。以上、終わります。